北部地方水位置の教育研究機関であるその立地から、この地域の自然環境、文化、社会に関する学問に焦点を当てており、北極圏研究の国際的な拠点の一つとなっている。トロムソに大学を設置する構想は、遡れば1918年、この地域に十分な医者と牧師を養成することを目的とした。 ヌールラン県出身の政治家、実業家ハンス・エーマイヤーに至る。トロムソでは、トロムソ博物館やオーロラ観測所が、科学研究の先鞭をつけており、それがこの大学の基盤となった。1962年、ノルウェー北部地方に大学を設立することが、議題になり、なるべくか、トロムソが候補となった。1968年3月28日、議会は、 トロムソ大学の設立を議決した。この年、オスロ大学がトロムソで哲学史、科学史、方法論などを教え、これがトロムソでの高等教育の走りとなる。1969年、ピーター・エフ・ヨルト率いる暫定委員会が発足。1972年、オーラブ5世がトロムソ大聖堂で開学式を行い、この最初の年に、 フィスカーラ管理デ,デート家庭が、翌年には医学家庭が始まった。当初はトロムソ市街に本部や教室があったが、1978年にブレーベカのキャンパスに最初の校舎が落成した。その後10年間で続々と校舎が立ち、2005年にティリファグビーゲートが落成することにより計画は完了した。ブレベカキャンパスの航空写真2007年に、 トロムソユニバーシティカレッジとの統合を教育省に脱身2008年9月26日に承認され2009年1月1日に統合されたノルウェー政府の国立カレッジ改革により1994年8月1日にトロムソにあった以下の4つの国立カレッジが統合してトロムソユニバーシティカレッジができたトロムソ保健大学校は1940年 赤十字北ノルウェー看護学校として設立され、1986年に国立に移管され解消した。1991年、トロムソ放射線技師学校とトロムソ生物工学学校とを統合し、看護、助産、精神保健、老人介護、衛生教育、放射線造影、臨床検査、理学療法、作業療法などを教えるカレッジになった。 トロムソ海寺大学校は1981年にトロムス県立トロムソ海寺高等学校に設立され1988年に国立に移管された公開科学や船舶工学を教えるカレッジであった北ノルウェー音楽院は1971年にトロムソ音楽アカデミーとして設立され1975年に解消 1980年に国立に移管された。トロムソ教育大学校は、1826年にハーシュタに設立され1848年にトロムソに移転した教員養成学校だった。以上4つのカレッジが統合して、学生3000名と職員300名からなるユニバーシティカレッジになった。メインキャンパスはブレーベカである。 トロムソユニバーシティカレッジから移行した学部学科のうち保健看護学科は中前からブレイベカキャンパス内に存在していたが他の学部学科はトロムソ市街南部に散在する全身学校の所在地にある人文科学地区メガヘルツバイゲート線を上下逆にしたようなデザインのノルウェー水産大学校トロムソ大学は1970年代の社会科学の 黄金時代に設立されたため、考古学、史学、哲学が人文科学ではなく社会科学になっているなど、他大学とは少し違った組み合わせになっている学部学科があった。1997年に改祖が行われた後、2009年のトロムソユニバーシティカレッジとの統合で、再び改祖が行われた。医療関連の教育研究は来た。 ノルウェー大学病院と連携している。ノルウェー水産大学校は組織上はトロムソ大学の一学科として位置づけられているが、学長や交渉などで一定の独立性を持っている。本部付属その他二つの高度研究拠点理論、言語学先端研究センターと理論計算科学センターがある。その立地からこの地域の自然環境、文化、 社会に関する処分野に特色がある。学生自治は学期ごとの自治会費をもとに、トロムソ学生議会によって行われる。以下のような活動に充てられている。他23名、ありがとうございます。